皆さんこんにちは、大堀123さんでございますけれどもね、さあいよいよ2014年も終わりを迎えることになります。もう大晦日目前に迫ってまいってるわけですけれどもね、まあ、年末のご挨拶ということで、させていただきたいと思います。2014年、まあ、私大堀123さん5周年ということでやってまいりました。たくさんの方に見ていただき、そしてまた評価いただいて本当に感謝しております。本当にありがとうございますね。もう2014年、まあ、本当にあっという間だったのか長かったのか、自分でもよくその実感がつかめない中でですねいるわけですけれども、皆様どのような心境でしょうか。残り2日間、とにかくですね、まあ、噛み締めつつですね、いい年になりますように、私願っております。そしてですね、やはり皆さんと一緒に、まあ、やっぱりいい年にしたいということと、いい締めをやっぱりやりたいし、ライブ配信で締めようかなというふうに思っております。来たる2014年12月の31日、私大堀123さん大晦日スペシャルライブを行います。この大晦日のスペシャルライブは2部構成でやりたいというふうに思っております。まず第1部はもう本当に今年はたくさんのライブ配信させていただきましたけれども、尊敬するミュージシャンの皆さん方のカバー、そしてまた自分のオリジナル曲ももちろんですが、この2014年いろいろ歌ってきましたけども、その中でまあ自分にとってやっぱり印象に残るものであったりとか、ずっと変わらず歌い続けてきている歌を含めましてですね、ピックアップして総集編とは言わないんですけども、一挙に集めてですね、ギター一本でまた弾き語りをバリバリやろうと思っております。そしてですね、第2部はですねカウントダウンのライブなんですけれども、2010年12月31日のですね23時半ぐらいからカウントダウンやりたいなというふうに思っております。年またぎというものをですね、皆さんと一緒にやっぱ迎えたいなという気持ちがあります。第1部と雰囲気を変えまして、ちょっとこう静かな感じでねやっていこうかなというふうに思っておりますけれどもね、まあ、とにかくですね2014年の最後の日を僕の動画見ていただいている方々とですねライブ配信で締めたいなというふうに思っております。僕もねここに来て、まあ、ちょっと風邪ひいちゃったりとかして喉の調子が悪かったりもするんですけれども、でもね絶対にやりきってやるぞというその気持ちがやはり僕の心でもありますし、2014年のこの大晦日のライブ2部構成でやるんですけれども、本当にそれでこう一つ区切りをつけたいなと、そしてまた2015年に向かってですね走っていきたいなというふうに思っておりますので、まあ10代の頃から、まあ、人前でギター一本でひたすらにですねライブをしてきたんですけど、曲がりなりにもですけどね、自分のやっぱり一番発揮できるところはやっぱりライブなんです。とにかくですねやっぱりライブで終わりたいなというふうに思っておりますので、そしていい感じで締めていきたいというふうに思っております。どうかですね、もしねこの動画をご覧になった方々、ぜひともですね、まあ、Twitter なり何なり、まあ、Facebook なり構いませんので、とにかく拡散をしていただきましてね、リツイートとかなんとかしていただきまして、とにかくたくさんの方に、多くの方に、最後の日はやっぱりこのライブ来ていただきたいという気持ちが強いのでね、よろしくお願いしたいというふうに思っております。大堀一さんの動画たちをですね、そしてまた僕の音楽活動をですねご支持いただき、そして賛同いただいて見ていただいている皆さんのおかげでね、本当に今の自分がこう頑張れるぞとかね、自分の今の生きがいというかなってるので、ふるってですね、見に来ていただきたい、そういうふうに思います。ということでですね、まあ、ちょっと喉の調子は悪いんですけどもね、まあ、ちょっとなんとか大晦日までには治ってほしいんですけど、なんとか自分もいいコンディションで持っていきたいと思ってますし、とにかくやらせていただきますので、ということで皆さん、2014年12月31日は私大堀123の大晦日ライブで締めましょう。皆さんいい年に皆さんしましょう。ということで、ライブ配信で皆さんとお会いしたいと思います。ということで、待ってます。大堀123でした。さよなら。待ってます。